菊池雄貴は日本のバスケットボール選手である。ポジションはフォワード。素早い動作から放たれるスリーポイントショットを得意とした。秋田県出身。1996年から1998年にかけて秋田県立の白工業高等学校バスケットボール部に所属し、同級生の田伏雄太、若月徹と共にインターハイ。 国体、ウィンターカップの3年連続三冠制覇に貢献した。2010年から2013年6月に引退するまで、秋田ノーザンハピネッツに所属し、2011年から2012年のシーズンには活躍が評価され、コミッショナー特別賞を受賞した。1980年、秋田県南秋田群板川町に生まれる。羽城中学校3年時に、 全国中学校体育大会に出場し、同級生の高橋健一らと共に、ベスト16入り。すでに身長190センチメートルに達していたことも、あり、当時のポジションはセンターであった。高校進学にあたっては、福井の北陸高校から勧誘があり、同校 OB の佐古健一からも電話で直接、誘われたが、地元の名門の白工業高校に進学した。 入学直後に、監督の加藤光彦によって、センターからフォワードにコンバートされ、シューターに転身。スリーポイントシュートを武器に、田伏優太、若月徹と共に3年連続三冠に貢献し、ジュニア、日本代表にも選ばれ、世界選手権も経験した。高校卒業後は、専修大学に進み、4年時には同期の青木、康平らと共に、 インカレ初優勝を達成し、ヤングメインアジア選手権にも出場した。大学卒業後は、秋田で就職するとともに、クラブチームの三種大教古等科で競技を続け、2008年にオールジャパン出場。1回戦で高校の後輩でもある、柳川義弘擁する筑波大学、2回戦で、JBL2 に所属していた千葉ピアスワローバジャーズを、下し3回戦まで進んだ。 一方で、クラブ日本一も経験し、国体秋田選抜にも名を連ねた。2010年、秋田ノーザンハピネッツ設立と共に、ドラフト外で入団。初年度は、出場時間158分に止まり、得意の3ポイントショットも、成功13本、成功率20.3%に過ぎなかった。しかし2年目は、 出場時間1154分と飛躍的に増加、3ポイントシュートも、成功114本、成功率31.6%まで上昇。コミッショナー特別賞を受賞した。3年目となる2012から13シーズン、2012年10月13日の、開幕戦で18得点を挙げ MVP に選ばれる、最先の良いスタートを切った。 しかしその後は怪我の影響もあり出場時間を伸ばせず、チームもプレイオフセミファイナルで敗れた。そして、シーズン終了後の2013年6月、本人の希望により、現役を引退した。引退後は三種大強古等化に復帰している。BJ リーグオフィシャルガイドブック2012から2013、BJ リーグ、2012年10月6日。AB、選手プロフィール。 秋田農山ハピネッツ。2013年2月4日閲覧。ABCDFG 伊藤公平。最強チーム勝利の方程式。野城公バスケ部物語日刊スポーツ出版社。2013年1月3日。初版。164から180ページ。ISBN 978から4から817203007。AB。 シーズン、アワード受賞者発表、BJ リーグ、http コロンスラッシュスラッシュ b j l e g u e l i v e d o r b i z スラッシュアーカイブズスラッシュ 51839128.htmlq、ッュ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 こと方、体育協会3回戦では JBL、アイシンシーホースに大敗なした、菊池勇選手選手,選手契約基本合意あきた、NH 練習生獲得のお知らせ。 秋田ノーザンハピネッツ、http コロンスラッシュスラッシュ www.plus-blog.sportsnavi.com スラッシュ a k i t a p r o スラッシュアーティクルスラッシュ892013年2月5日閲覧。遠藤拓の、北吉田だ。秋田 nh、接戦セース。秋田イサオ新報、ハピネッツのここを見よって、 第10回目12菊池祐希選手。秋田ノーザンハピネッツ。2013年6月28日閲覧。2012から2013選手情報。菊池祐希。BJ リーグ。2013年6月28日閲覧。菊池祐希選手。 選手契約万両及び引退のお知らせ、秋田農山ハピネッツ、http コロンスラッシュスラッシュ www.plus-blog.sportsnavi.com スラッシュ akitapr をスラッシュアーティクルスラッシュ一九八一二零一三年六月二十八日閲覧。佐藤良心。県春季男女総合バスケ JR 秋田中心に。 V 争い。秋田勲尾新報。P14. ありがとうございます。